お久しぶりです、ムッソです。海賊ムッソ4ダウンロードコンテンツの配信日がまあもう3月28日っていうことで、まあもう実装直前っていうことでね、最後にねダウンロードコンテンツの内容についてちょっとおさらいしていきたいかなっていうふうに思います。で、あのワンピースのね公式 YouTube でプレイ動画が上がっていたので、まあそれのねちょっとおまとめした内容となっておりますんで、公式のプレイ動画を見たっていう人はちょっとこの動画見なくてもいいような内容になってるんで、まあちょっとそこはね先に言っとくんでご注意ください。はい、ということでやっていこうと思います。で、まあキャラクターなんですけど、キャラクターはね3人とも強かったね。まあちょっと性能について喋るとちょっとまた長くなるんで喋んないんですけど、まあ3人とも強かった。でアピールが良かったね。ロジャーは帽子かぶるし、レイリーは酒飲むし、ガープは攻撃力上がるか寝るかの2択らしい。運試し要素が入ってるんやってね、面白いよね。寝ちゃうと、攻撃力がダウンするらしいね。まあ多分溜めてた覇気が解除されるみたいな話やと思うんやけど、アピールがさ、ただのアピールじゃなくてその効果を持たせてくれるんって面白いよね。ヤマトもさ、人獣化した時にアピールするとさ、鏡山だっけ、全身がさ氷に覆われてガードできるってやつで、敵の攻撃を防げるっていうのがあるんやけど、効果を持たせてくれるってのが嬉しいよね。でキャラクターもまあ楽しみないんやけど、追加エピソードがねとにかくやばそうっていうことですね。はい。でまあ追加エピソードが、海賊王への道ってことで、通常バトルが4種類あって、まあこれは難易度普通ぐらいですね。そんなに難しくないと思う、通常バトルって言ってるから。と1つ目が、コロシアムの王者、これは1対1バトルで、2つ目が歩くポーネグリフ、これがクイズで、3つ目がグランドラインの戦闘、これがレース&バトルみたいな感じで、4つ目がこの海で一番自由なやつ、これが雑魚バトルで、この通常バトルを4つともクリアすると、さらに難易度が上がった新バトル4種類っていうのと、真の海賊王無双っていうのが解放されるっていうことやね。いやこれボリュームがすごいね。通常バトルの一つ一つがゲームとして成立してる感じやね。クイズのやつがめっちゃむずそう。クリアできるかな。でも一番気になるのはやっぱ真の海賊王無双やね。間違いない、まあ、とりあえず自分はだから通常バトル4つクリアして真の海賊王無双チャレンジしたいかなっていうふうに思いますけどね。まあクリアできるかわからんけど、めっちゃむずそうやったしな、なんか見とったら。はい、で、追加エピソードだけでも大満足なんやけど、これにね、魂の海図も、まあ、同じ日に配信されるんで、もう楽しみすぎですよ、と。で、魂の海図3で、まあ、ステータスは上がるし、スキルスロットもプラス2個拡張されるっていうのは分かってるし、起死回生の力、合力、ヒーローの力、特殊技強化とかっていう、この辺のね、強力なスキルがね、まあ今レベル3なんやけど、これがもうレベル5まで上がっちゃうので、もう火力がね、多分とんでもないことになるんだよね。間違いなく。で、さらに、まあ、新スキルもね、おそらく3つか4つか追加されると思うんで、まあもうスキルの暴力ですね。もうスキルで敵をぶん殴っていく感じになっちゃうね、これ。まあ楽しみすぎ。はい、で、素材を集めておこうっていうことで、まあ、追加キャラがね、3人分いるっていうのと、魂の海図も、育てなきゃいけないんで、ベリーとね、コインと、魂の3つ、これを確実に集めて おきましょうってことですね。まあ、素材を集めておくと、配信ですぐに、まあ、最強のキャラたちで、暴れられますよっていうことですね。まあ、ただね、別にね、育成、まあ、そこまで、急いでないよって人は、魂の海賊さんで、泥棒猫、賞金稼ぎ、コインコレクター、あとまあ、兄弟杯っていう、仲間ポイントが増えるって言ったような、まあ、稼ぎ系のスキルもあるんやけど、これも今レベル3なんで、これがまあ、魂の海賊さんでレベル5にパワーアップするんで、まあ、断然稼ぎやすくなるんですよね。まあ、なので、魂の海賊さんでスキル解放してから、素材集めるっていうのも全然ありかなっていうふうに思いますね。自分はすぐさまね、最強のロジャー船長を使いたいんで、まあ、なるべく素材は、カンストさせておき、おこうかなというふうに思うんですけど、で、まあ、魂集めに関してはね、コビーのエピソードがいいかなっていうふうに思いますね。確か100日超えると、なんやけど、報酬がね、かなり増えてね、まあ、サブミッションもクリアしながらやって、まあ、S ランク取れればね、めっちゃ魂集まるんで、コビーがおすすめかな。はい。
はい、ということで、ダウンロードコンテンツ実装直前のおさらい動画でございました。で、まあ配信されてから、まあ追加キャラのねプレイ動画だとか、あとはまあその追加エピソードの攻略なんかもこのチャンネルでね、乗っけていこうかなっていうふうに思うんで、まあよかったらね、あのチャンネル登録して、チェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。